山口智之です。今日は久しぶりに旧境灯台の方に来ています。あと1時間ぐらいで日没という感じなので、これから夕焼けしたらいいなという感じでちょっと写真を撮っていきたいと思います。はい、日の入り時刻を過ぎました。もうこのぐらいの時間になると結構いつも人が少なくなりますので、これからは割とこう寂しい感じで撮影をしていることが多いんですけども、左上の方に高速道路が見えてると思うんですけど、この高速道路の街灯っていうんですかね、ライトのところにまあ工場が出るような感じの写真が撮れるまでいつも撮って帰っている感じですね。はい、なのでもうちょっと、暗くなるまで、撮ってから帰りたいと思います。はい、もうだいぶ、暗くなりましたので、ND フィルターを取りました。結構空綺麗ですね。ちょっとね今日ガスってるんですけど。でもまあ綺麗な色なんじゃないでしょうか。タイムラプスの方が今シャッター速度が2秒になってますね。枚数が580枚を超えてます。10秒間隔で撮ってるので、これが10秒を超えちゃうとどの道終わりっていう感じなので、もう少しだけ取って帰ろうと思います。はい、もう真っ暗にはならないですね。周りに、街灯があるので真っ暗にはならないんですけども、結構、暗くなってきて、まあ、動画の方もいつも3200で足りなくなってきてる感じのところまで来てます。はい。もう、今日これでライブ撮ったら、もうあまりここから動くこともなく、ここで終わるという感じ、ここだけで終わるという感じなので、今回はちょっと短いかもしれませんけど、これで終わりたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。